このビデオでは、体制建設株式会社様のアレスタッチ導入事例をご紹介いたします。大規模環境でモバイル端末を利用する場合の安全性と操作性を兼ね備えたアレスタッチエンタープライズ版の導入事例となります。この事例は、2020年3月に開催された当社のイベントにおける体制建設様のプレゼンテーションに基づいています。プレゼンターは、体制建設中田様、体制情報システム辻様です。 ご協力ありがとうございました。ご存知の通り、大成建設様は日本を代表するスーパーゼネコンです。大成建設様では2014年に当社製品アレスを採用し、2019年からはエンタープライズ機能を導入しています。まず、アレス導入以前の課題から見ていきましょう。大成建設様ではすでに社員に数千台の iPad を配布していましたが、現場で最新の CAD 図面を見ることができませんでした。当時は CAD 図面、 つまり DWG ファイルを PDF に変換してアプリで閲覧していましたが、PDF では正確な距離や角度を計測できません。この方法では、クラウド上にある最新の DWG ファイルは開けず、PDF に変換する手間もかかっていました。そのような課題に応えるため、アレスタッチを導入することになりました。アレスタッチは外出先でもリアルタイムで CAD 図面の情報が共有できるモバイルソリューションです。ここで、 Google Play や App Store で入手できるアレスタッチ通常製品のインストール後の最初の設定を紹介しましょう。1、まずグレバートアカウントでログインします。2、利用するクラウドストレージを選択します。標準製品では多くのクラウドストレージから自由に選択できます。3、ワンドライブへ接続する場合はマイクロソフトの認証を行います。4、いくつかの操作を経て目的のワンドライブへの接続が完了します。 この設定は最初の1回だけ行えば良いのですが、社員全員に周知するのは難しいところがあります。また、セキュリティの観点から社員が自由にクラウドストレージを選択できる点も問題となりました。そこで、3つのエンタープライズ機能を実装しました。1つ目は、MDM、モバイルデバイス管理と、MAM、モバイルアプリケーション管理です。 体制建設様からマイクロソフト社のインチューン環境下でアレスタッチを利用したいとのご要望がありました。二つ目は社員が利用できるクラウドストレージをワンドライブフォービジネス専用にしたいというご要望でした。そして三つ目のご要望はシングルサインオンです。複数の ID とパスワードを管理することなく、マイクロソフトの認証だけでアレスタッチを使いたいという要望をいただきました。 これらのエンタープライズ機能を実装する工程は、体制情報システム様とプロジェクトを組みながら進められました。プロジェクトを成功に導いた鍵は、体制情報システム様がマイクロソフト社のエンジニアとの橋渡しを担ってくださったことにあります。アレスのエンタープライズ機能では、体制建設様のすべての課題、すべての要望を実装できました。結果、アレスタッチの初回起動は2分から約30秒に圧倒的に短縮できました。 利用者は特別なことをする必要は何もありません。アレスタッチのアイコンをタップするだけで自分のワンドライブ領域が接続された状態で起動します。当然ながらこのアプリは体制建設様が配布する iPad でしか動作しないように制限されています。体制建設様のように多くの利用者がいる場合、アプリをどのように配布するかが大きな課題となります。 アレスのエンタープライズ版では企業ごとに異なる要望に合わせて必要な機能を専門的にカスタマイズできます。また、体制建設様とのコラボレーションをきっかけにマイクロソフト社との技術提携も容易になりました。現在ではアレスタッチはマイクロソフト社が提供する情報共有サービス、シェアポイントへの接続も可能となっています。 もう一つ重要なことは、モバイルとクラウドを使ったソリューションは便利である一方、セキュリティの安全な環境下でしか実現できない点です。安全な方法と簡単な方法は、時に相反することがあります。しかし、エンタープライズ版では、常に安全でかつ簡単な方法が求められます。これらはまさに、アレスエンタープライズ版が得意とするところになります。体制建設様とのコラボレーションは現在も続いています。 直近ではデスクトップ版のアレスコマンダーとクラウド版アレス駆動にシングルサインオンの対応を進めています。また、アレスコマンダーの新しい機能である VIM についても非常に強い興味と大きな期待を寄せていただいています。以上が体制建設様によるアレス導入事例でした。大規模環境でモバイル端末を使う場合はセキュアな環境を保ちつつ、シングルサインオンなど簡単な操作性が求められます。 そして、その両者を兼ね備えているのが、アレスのエンタープライズ版となります。ご視聴ありがとうございました。